スの角度は30度。どうもイキリヌです。はい、ということで今日はですね、これから美容院に行こうと思うんですけれども、2日後にですね、ユーフェスがあるんですよ。で、なんかユーフェスってさ、ちゃんとね、服装とかもなんかちょっと衣装っぽいの着て、で髪型もちょっと派手な感じにすると思うんですけれども、今日はちょっと派手髪に挑戦したくて、だからユーフェス用の派手髪みたいな感じで、まあ、すぐに戻す予定なんですけれども、そんな感じでちょっとね、いつもとは全く違う雰囲気の違う髪色にね、しようと思います。まあ、イメージはですね、こんな感じ、どう？似合うと思う？私はね、不安でしかないんですけど、まあ、ちょっと一旦そういうのをやってみないとさ、そう、似合うかどうかすらも私知らないから、やっていこうと思います。それではレッツラゴー。今日はですね、こちらソーという美容室で、私は最近ね、ここに通ってるんですけれども、あの中野由美ちゃんとかね、行っております。じゃあ行きましょう。はい、ということで美容院やってきました。もう撮ってる、もう撮ってる。普通に似合うちょっと派手な色で大丈夫。 OK、 はい、やってみます。じゃあピンクベージュでお願いします。はい、なんか未来のアブダビって感じです。でもやっぱ眉毛の高さは全然違うんだよね。とか言っても、さすがになんか眉の位置までは直してくれないと思うんですけど、どう思いますか？一日で治っちゃうみたいな、よく聞くじゃないですか、口腔矯正って。もう今ね、真剣に悩んでる。なんか、めっちゃ頭熱い。オリーブオイルとサランラップだけで、こんな保温でできるんだと思って、オリーブオイルとサランラップ、次。語彙力がなさすぎて、なんかさ、やばいんですけど、語彙力がないから、どうせ何言っても伝わらんだろうと思って、なんか余計なことを話さないようにすると、本当に一言でコメントが終わってしまう。心配ですね。お願いします。じゃあ、行ってきます。すごい、めっちゃオレンジ。おお、楽しみだね。楽しみですね。すごい純粋なオレンジっていうよりも、ちょっとピンクっぽい。そう、ですね。前ピンクにしててブリーチしたから、ちょっとピンクが薄くなったイメージですね。すごい。ブリーチがバーって抜けてるところと抜けてないところで薬を変えて、はい、いろいろやらないと同じ色にはならない。さすがです。だからこことこことこことかで変えないと。なるほど。薬も大変だけど塗るのも大変。あ、確かにそうですよね。ここからここまで。そう。なんでヒゲ生やそうと思ったんですか？ヒゲ生やそうと思ったんじゃなくて、髭剃っても生えてくる。むしろ今脱毛してる。あ、脱毛してるんですか？ぐらい嫌なの本当は。あ、そうなんですね。髭好きなんだと思ってました。全然。痛そう、髭の脱毛。めちゃめちゃやばい。めちゃめちゃ今までで味わったことない痛み。これ肺に穴開いたことあるんですよ。あ、そうなんですか？それが一番痛かったけど、それの次ぐらいに。それの次って相当です。めちゃくちゃ痛い。私も脱毛行ってたんですよ。脇がマジでやばい、痛みたいな。それの多分超倍ぐらい痛い。確かにそうですよね。だってもっと毛が密度が濃いし。濃い。あ、顔だし。顔だし、確かに。本当に。あれなんですよ。パーソナルカラー診断みたいなやつをやった時に、髪の毛は紫とかピンクとかが似合うと思いますって言われてから、もうずっとそればっかりやってる。いい感じには。そう、すごい感じですよ。あ、それが似合うんだ、じゃあそれでみたいな。黒っぽいのとか青っぽくやったりとかしたことがあるんですけど、結局似合わなくて、似合うって言われたらそれでいいやみたいな。勉強になります。はい、ということで時間が経ったので流しに行ってきます。お願いします。おグレーとね、はい、ピンクと紫。おー、なんかいっぱい全部入りですね。新生イキリンですけど。新生イキリン、おー、よいしょ。
はい、ということで完成したのでお披露目したいと思います。いい感じです。すごい。いや本当になんかもうオーダー通りの色がそのまんまで、しかも足の顔の感じに合うようになってて、さすがです。イエーイ。ありがとうございます。はい、ということで髪色はですねこんな感じです。ちょっと横のこの辺ピンクがわかるかなって感じなんですけど、これと分かりやすいかな、結構ねピンクです。でちょっと明るめ、いつもよりもずっとこんな感じの髪色になりました。イエイ。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい感じの髪色だねって思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。